こんにちは。うつ病による障害年金を専門にしている社会保険労務士の宮里です。これまで7回にわたって障害年金までの7つのステップをお伝えしましたが、いかがでしたか？私の動画を見た人からたくさんの喜びの声をいただきましたが、本当に自分で障害年金の手続きができるのかという不安の声も多くありました。あなたの不安はよくわかります。障害年金は成功すれば最低58万円、多い人だと200万円以上が年間で受け取れます。障害年金を受け取れるかどうかで、あなたの生活環境は大きく変わります。そのため、具体的な手続きの流れを理解しても、簡単に不安はなくならないでしょう。しかもインターネット上には、障害年金は自分でできるという意見と、専門の社会保険労務士に任せるべきという意見が真っ向からぶつかっています。このような事情もあなたが不安になる理由の一つでしょう。そこで今回は、年間2640件のサポートをしている障害年金専門の社労士である宮里が、障害年金は自分一人で手続きできるのかということについて、嘘偽りない現実の話をしたいと思います。この動画を見ることで、あなたが本当に自分で障害年金の手続きをして大丈夫かがわかります。まずは、障害年金は自分でできると主張する人の根拠を見ていきましょう。それは、障害年金の要件は法律で決まっている。そのため、要件さえ満たしていれば誰が手続きしても結果は変わらないというものです。私もその意見に基本的には賛成です。なので、あなたが自分で手続きできるよう、障害年金までの7つのステップを紹介したのです。しかし、障害年金の要件を満たしていても年金が不支給になるケースが多発しているのが現実です。特にうつ病の場合は、自分で手続きして失敗する人が多いのです。もう少し正確に言うと、医師に正しい診断書を書いてもらう方法を知らなかったり、申し立て書などの書類で知らないうちにマイナス評価となる文言を書いてしまう人が多いからです。正しい手続き方法を知らない結果、障害年金の書類を提出する段階まで至らずに断念してしまったり、不適切な書類を提出して審査に通らないというケースが多いのです。もちろん、私がこれまでに紹介した7つのステップを実践すれば成果はついてきます。ですが、これを実行できるのはある程度うつ病の症状が軽い人です。逆に言うと、うつ病の症状が重くて日常生活にも支障が出ている人は、自分一人で正しい手続きをして結果を出すのは簡単ではないのです。なので、障害年金の手続きを自分でできるかという問いの答えは、うつ病の症状が軽いならできるが、正しい手続き方法を知らなかったり、理解ある協力者がいなければ難しいというものです。そのため、私が昨日までに紹介した方法は、残念ながら全てのうつ病者が使えるわけではありません。ですが、安心してください。うつ病による障害年金を受け取るために正しい方法が知りたいという方向けに、別の解決策をお伝えします。その詳細は明日お伝えしますので、明日のメルマガも必ず見てくださいね。